こんにちは、ココです。ご視聴ありがとうございます。今回の最速でタロットカードリーディングができるようになる、まずはこれだけ覚えようシリーズということで、カードの意味の解説をしていきたいと思います。今回解説するのはこちらのカードです。大アルカナ3番の The Empress、 女帝のカードですね。こちらのカードの意味を解説していきたいと思います。こちらのチャンネルではこんな感じでタロットカードの意味の解説の動画ですとか、新しいタロットカード、オラクルカードデッキの開封動画なんかもアップしています。ご興味がある方はぜひチャンネル登録お願いいたします。でこちらの女帝のカードなんですけれども、こちらですね、結構読むの簡単なんですけれども、まずですね、こちらに目を向けていただくと、これですね、金星のマークなんですね。あの惑星の金星です。金星といえばヴィーナスですよね。ヴィーナスっていうのはローマ神話の愛と美の女神様なんですよね。なので、ここに描かれているのは、ヴィーナスそのもの、ギリシャ神話ではアフロディーテというふうに言われているんですけれども、この愛と美の女神のような女帝がですね、豊かな大地、豊かに実ってますよね。この水が流れて豊かに実っている大地にゆったりと余裕を持って座っている姿が描かれています。なのでこちらのカードはですね、キーワードは愛と美と実りということになります。愛と美と実りですね。なんかセーラーヴィーナスの何か決め台詞ではないですけれども、でも本当そういう感じなんですね。あの金星のヴィーナス、愛と美、そして実りですね。でここからですね、大きく分けて2つ意味が派生してくるんですけれども、まず1つ目の意味っていうのは、このね、ヴィーナスの女帝ですよね。この女性がエンボディしているもの、象徴しているものになります。これはですね、豊かな愛情ですよね。でそれがこの物質界で豊かさとして具現化している、現れているっていうのがこのカードに描かれていることなんですね。なので一つ目の意味っていうのは、豊かさの享受、そういう意味になります。この豊かさを十分に受け取っている、享受しているっていうことですね。具体的にどういう意味になってくるかというと、豊かさとか繁栄とか豊穣、豊かなね、実りですよね。あとは自己愛とか他者愛とか、そういう意味もあります。豊かさの源泉っていうのは愛のエネルギーですね。その愛のエネルギーっていうのは自分にも他人にも向けられて初めて循環するっていうことですね。あとは母性愛を表していたりもします。この女帝のカードっていうのは母親というアーキタイプ、原型をね、表すカードでもあるんですね。なので母性とか母性愛とかね、そういう意味にもなってきますし、あとはですね、愛し愛される関係性、この女性っていうのは男性、皇帝ですよね。皇帝と愛し愛されている関係にある、そういうね、満ち足りた表情がね、伺われますよね。あとは美しさとか女性性、そういった意味もありますし、物心ともに余裕がある、このとても余裕があるこの座り方をね、見ていただいてもいいと思いますし、このローブもね、すごく余裕がありますよね。あとはたまになんですけれども、場合によっては結婚という意味もこのカードからね、読み取ることができます。はい、以上が1つ目の豊かさの享受という意味になります。2つ目の意味はどういうことかというと、このね、3という漢字じゃない、この数字ですね、数字がキーワードなんですけれども、3というのは創造性を表します。クリエイティビティの創造性ですね。でこれはですね、この3が表す創造性っていうのが、男性と女性が交わって子供ができる、そういう創造性を表しています。つまり 1+1 が2になるのではなくって、 1+1 が3になるっていうことですよね。実はこの女帝も妊娠しているという説もあります。このローブがすごくゆったりしているのは彼女が妊娠しているからだというふうに言われているんですね。なので創造性というのもこちらのカードのキーワードの一つになってきます。
で、具体的にどういう意味になってくるかというと、生命力とか生産性ですね。あとは妊娠出産、まあね、そのままですよね。あとはですね、美的表現とかファッションとか、そういったね意味も出てくることがあります。この創造性と美的感覚をね結びつけているっていうことですよね。あとは想像力、そして努力が実るっていう意味もありますね。この豊かに実るっていうのは、今まで努力してきたことが実を結ぶ、それが創造性として発揮されるっていうことですね。あとは、まあ、そのままになるんですけれども、家事と育児、そういう意味もあることがあります。まあ、女性がね家でするお仕事ですよね。でそれは生産性のある仕事ということです。はい、以上が2つ目の創造性という意味になります。ここまでが3番の女帝のカード、正位置の意味をご説明してきました。で、これが逆位置になるとどういう意味になるかというと、逆位置の意味の解釈の仕方っていうのはいくつもあるんですね。これに関しては別に動画を作っていますので、そちらをご参照いただければと思います。ですが、ここでは一般的な女帝のカードの逆位置の意味の解釈の仕方をご紹介しておこうと思います。で、まあ、逆位置といえば正位置の、ね、反対というふうに思われがちなんですけれども、この場合はこの正位置が、まあ、豊かさとか、ね、美とか実りとかそういう意味なんですけれども、それが逆になったらそれがなくなるのかというと、そうではなくってですね、そういう豊かさはあるんですけれども、ただこの女帝がそれを受け取っている女帝の気持ちの問題ということになります。つまりどういう意味かというと、豊かさはあるんだけれども感謝が足りていない状態、まあ、満足していないというか、ちゃんと受け取れていない状態っていうことですね。具体的にどういう意味になってくるかというと、わがまま、贅沢、執着、浪費とかですね、もうせっかくある豊かさもちゃんと受け取れていない、味わえていない、そのありがたさを分かっていないっていうことですね。あとはですね、怠惰とか依存、相手を甘やかしすぎるとかですね、そういう依存関係ですよね。相手にも悪影響を与えている関係ということになります。あとはですね、自己主張が強いとか欲求不満とかね、そういう意味になることもあります。はい、以上がね逆位置の解釈の仕方になります。ということで、ここでおさらいをしておきますと、大アルカナ3番女帝のカード、キーワードは愛と美と実りですね。で、ここから派生する2つの意味の1つ目は豊かさの享受、そして2つ目は創造性という意味になります。そして逆位置になった時は感謝が足りていない状態、この豊かさはあるんだけれども受け取る側にちょっと問題があるっていうことですね。こういう感じで解釈していただくと分かりやすいと思います。ということで以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いつもチャンネル登録、コメント、高評価、とても励みになっております。ありがとうございます。もし今回の説明で分かりにくかったところですとか、ここはもう少し説明が欲しいなという箇所がありましたら、コメント欄でお知らせいただけますと幸いです。はい、では次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。